はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。聖剣伝説シークレットオブマナー、続きをやっていきたいと思います。氷の国でサラマンダーを手に入れて、まあ、一応氷の国のイベントをこなして、またカッカロー国に戻ってきたところですね。でサラマンダーを手に入れましたので、このまま炎の神殿へ向かっていきましょう。西の方だよね。一回出て下に行って左に行くみたいな。まあ、敵はちょっと無視していくか。ダイヤミサイルやばいって言ってもこれね、食らうんだよね、次のマップに行った瞬間。ほらかわいそうに。で槍のねパワーがだいぶ上がって、槍の攻撃力が高くなってるんで、今は槍を装備してます。ミス。槍って今いくつまであんの？ 1 までしかねえじゃん全然当たらんわ。え、誰かが混乱したね。炎の神殿の敵にさ、ファイヤーボールとか効くの？そもそも。まあこいつらは大丈夫かもしんないけど。なるべく全員当てたい。痛い、あいつクエイク食らった。え、ひどくない？はめられてんだけど完全に。233絶対倒したね。よし、あとこいつ、こいつ何なの？倒した？え、あーそっか、こいつら強えんだよな、弓打ってくるやつら。ガチではめられるからね。ただやっぱりね、道中の敵もある程度倒していかないと、レベルが低いまんまだとね、ほんとボス戦がどうにもならなそうなんで。魔法のくるみはねあるからね、とりあえず遠距離で。あ、あいつまで入らない。いって、一発だね。魔法だったら一発だよね。よし、プリムがレベルアップ、ポポイもレベルアップ。レベルアップすると回復するっていうのがでかいよな。でサラマンダーって言ってたから、とりあえずはクリスタルオーブにファイアボールを当てよう。違うか、エクスプロージョンの方かな。ラーバーウェーブとかいうのもあんだ。え、どうしよう、エクスプロージョンから撃っていくか。エクスプロージョンじゃなくてエクスプロードだね。おし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 、なんか鳴ったっぽい。やった、炎が吹き飛んだぞ。まあファイアボールを使って倒していくか。マジで攻撃当たんねえかな。ブレイズボール、ポポイ、火だるま使えない二人とも火だるまになってるし。いって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 、完全に魔法合戦だからな。宝箱、まん丸ドロップ、持てないね。アイテムで回復させるよりは今魔法で回復させてるからね。俺の攻撃当たってんだか当たってないんだかよくわからん。あれ、どっちから来た？今こっちから来たのか。でこっちも行けるよね。え、何これ。え、どういうこと？何にもない。混乱すると左右が逆になるけどさ、モンスターにとってそういうのって効果あんの？混乱。分裂するのがめんどくさいな。
まあ、経験値稼ぎにはなるんだろうけど。いっぱいいる。あっちにすんげえいっぱいいるんだけど。聞くか？ファイアボール。まあ、それなりだね。このさ、やっぱりさ、ミスが多いっていうのがすげえめんどくさいんだよね。だから結局魔法を頼らざるを得なくなる。あれ歩いてる。パックンチョ、また分裂しやがった。だって3人ミスってさ、おかしくないか。その攻撃自体に一人一人に判定があるんじゃなくてさ、攻撃自体に判定があるのか。それだったらなんか嫌だな。やっぱもう一回魔法唱えよう。倒した。で上にも行けるけど、こっちにも行けるよね。何にもない。あ、でここに出てくるのか。宝箱をゲットして1000円。金はなんか別にっていう感じだからな。フレイムセイバーを撃ってる間に攻撃する。何、どうなってんの、本当にわからん。でこちらも無視を。ちょっとめんどくさい、さすがに。またまたクリスタルオーブもあるね、下の方に。ジンで一応見ましょう、ディテクト。その間に攻撃をする。サラマンダー、まあ、まずはじゃあファイアボールからかけていくか。おお、反応したね。ただマジックパワーがもう2しかない。単純に通路が開けた。うお、いっぱいいる。遠距離合戦、それで決める。ほら、どっちだ、上にも行けるし階段もあるし。宝箱1000円。でまたあいつら復活してるんでしょう。いて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 。お、技レベルアップ、2レベルまでいけるようになったぜ。いないいたいたいた。届かねえし。せっかくダメージ与えたんだから倒したいよね。ヤーリって今レベルいくつ？その必殺技は2だと思うけど、ヤリレベルそのもの、こいつほんとめんどくさいかな。結構なんか複雑だよ。ちょっと魔法のくるみ使っちゃおう。あ、補充してない。5個しかないよ、5個しか。そしてポポイが死にそうだ。いつの間にか食ったら死にそうになるからな。下に降りていきますか。なんだこれ、結構長いぞ。あのロビンフットひで、このさ、いけないところから攻撃してくる汚ねえやつだ。宝箱ゲットしよう。斧がパワーアップ。
炎はな使ってないからな。早急にこいつ倒すでしょ。その間に俺はこのロビンフット的なやつと戦って、でもう一人のやつもファイアボールで始末して、でこっちには行けないから始末し終わったら下に降りよう。あ、下に降りるっていうかこっちか。そうだ、あいつら完全に引っかかってんな。ほら、よし、ぷいぷい走。どうなってる？銃とか弱えな。このレッドマシュマロ倒すとこ。119。お、ブーメランレベル4。本当にめんどくさいわこいつら。これで終わりだ。え、やっぱ、あ、いったー、火だるまになってしまった。ファイアボールあんまり効いてないね。おとなしく水の魔法の方が良かったかな。ウンディーネ、フリーズはフリーズで結構レベル高いからね。レベル2。あ、全然強いわこっちの方が。よし、ポッポイもレベルアップ。マジックパワーが回復してくれた、ありがたい。ダークスモックはここで大丈夫でしょ。こっちのダークスモックもファイアボールで肩をつけよう。あれ、まだ生きてる。ファイアボール一発で倒せない。いや、そんなことはないよね。倒してるね。たまたま足りなかったか。やっぱり的確に弱点ついた方が良さそうだね。ここは炎が効かなそうだからな。ちょっと待ってね、フリーズにしておこう。いて、ひでひでひで。462。右になんかダックソルジャーとかいたね。こいつにもフリーズ大人よ。300。え、どっから来てる？これさ、高低差ある？あ、弓はあんまり高低差関係ないんだっけ。フレームセーバーはなんか左馬になりそうだからな。食らったら、あれ、これどうやって行くんだ。まあいいか。今自分がどこにいるのか全然わかんないんだけど、あれ、これはなんだ、ショートカットとかなんのかな。ああ、ビッグベースから別に出してこう。よし、ウンディーネレベル3。でこっちに行けるようになりましたと。あー、でさっきのところに来るのか。ここはムチが必要なのでムチにしましょう。今日はてい、で槍だね。いって、こいつは始末する。このさ、ダメージほんと遅いよね。あそこに宝箱があるけど、一回マンマントロップ使っちゃおうか。よし、でまたこちらか。フリーズ、
余計なダメージを食らってしまったな。あそこに、なんだディテクト使う？ウンディーネ、フリーズから行くか。ウンディーネの何かは分からないからね。まあフリーズだったけどさ、普通に。でどうなったの？まあなんかなったんだろうな、きっと。ここの部屋ではないってことか。あれもうそのまま階段出してくれてよかったじゃん。もうボスだね、絶対ボスだね。まずミノタウルス、誰だっけな、ジンだっけ、違う、ノーム、クイック、これで。ほら、あ、気絶してんのか。あれ、俺にクイックかかった？一回魔法かけとこう。やっぱりね、一回止まるっていうのがちょっとね、めんどくさいよね。あ、敵もさ、のけぞるんだけどさ、あれ、なんかやばくないか。ちょっと突進してんだけど、気を失った、マジか。キーンってなってる、キーンって。聞いてないってこと？でもポポハマってるんだけど、あいつちょやばくねえか。ちょ待って、プリム、あいつマジハマってんぞ。うおー、一回クルミを使おう。やっぱりディテクト唱えるか。決定遠いんだけど、ちょっと待ってね。これポポイ、プリム、見ていくと効かないやつとかいいのかな。あそこくレベル7とか。あ、もうちょっとで倒せんな。弱点がどうのこうのっていうよりは風の力に弱い。ただたまに硬くなるんだよな、レベル1。ひどくないか。これ好き、倒した。よし、512とか。すんげえ回復すんな。スピアのパワーがアップ。シュシュを戻しましたと。聖剣装備してないけど勝手に聖剣を装備しだした。これさ、共鳴してどうすんの。共鳴して終わりだっけ。いいや、帰ろう。確実にここでの役目は果たしたよね。これ帰り道なんかショートカットとかないの。魔法のロープを使えってか。多分魔物もいなくなってるからね。
ちょっとここ広かったからさ、探索しながら帰ろう。なんか宝箱とか取ってなかったら回収しながら行きますか。ここはこっちで何にもないでしょ。パワーアップアイテムがあるからね、普通の宝箱で。ここも何にもないでしょ。でこっちも道なりで、でこれもここしかなくて、あれこの下とかっていけんの？いけない。こういうとこもいけないから、でこっちもいけない。で左は行ったよね。でこっからこう出てきました。あれこっち行ったっけ。何にもない。行ったか。宝箱があったんだっけ。で左も行けないでしょ。でこっから出てきたでしょ。んでこっちの方、あ左は行ったね。行った行った行った。上何にもなかったもんね。そのまんま行って、全部取ったか。宝箱は大丈夫そうだね。まあちょっと歩いて帰ってきちゃったけど、あれこれ結局いけねえのか。なんかもしかしてさ、これなんかこっからショートカットできそうだったよね。こっちは、あここがここなのか。なるほど。ちょっと武器を槍に戻しましょう。と言っても道中の敵はね、もうあんま戦わないかな。一匹、あれここの敵もいなくなってる。一匹魔法でぶっ倒しておこうかと思ったけど、プリーズ、339。これ経験値がもらえる判定がどこだか分かんないからね。完全に敵が爆発して屍溶かしたらあれかな。あれフリーズどうなった。撃ってなくね。あいつもう耐えてる。なんかまださ、音が悲しいままなんだけど、どうなってる。種子を神殿に戻してきてくれたとな。ありがとう、ありがとう。しかし変だな、一向にオアシスに水が戻る気配がないぞ。うん、そうだね。うん、神殿に種子を戻してくれたのに水が戻らん。マナの力が相当少なくなっているからか。だが干上がってしまった井戸でも雨降らしの尻尾というものがあれば水を呼び戻せると聞く。でもそんなものどこにあるというのだろうか。やはりこの国はもう、え、雨降らしの尻尾。室の水が冷え、そんな情報今まで出てきてないよね。やばい、待って、鍛えられるものを鍛えておこう。サハゲの森、グローバー、もう2つか。61、トライデントは55か。フランシスカでも61、同じか。いやでも斧はね、やっぱりちょっと使い勝手が微妙だからな。一回セーブしましょう。一泊、
寝るとこれが始まるんだよね。いろいろと便利そうだもん。聖剣を持っていると魔法が使えないなんてね。そんな仕組みがあるなんて知らなかったわ。ま、敵がいたらオイラが魔法でババーンとやっつけてやるから安心しな。僕もババーンってやりたかったな。私が武器に魔法をかけてあげるから、それで我慢してちょうだいね。そうそう、お互いにできないことを補えばいいんだよ。あら、たまにはいいこと言うじゃない。回復は任せてね。いやー、姉ちゃんが攻撃魔法使えなくて本当によかったよ。なんで？だって姉ちゃんが攻撃魔法使えたら、凶暴な怖い魔女まっしぐらじゃないか。何よそれ。いいこと言ったかと思ったらすぐこれなんだから。宣言撤回。もう回復してあげないんだから。まあそんな怒らずに。ああ、桃にかばったからあんたも回復してあげない。そんな。じゃあセーブして、アイテムもね補充しないといけないんで。下の方でいいかな。くるみはね重要だからね、マジで。でどこ行くの次。もう一回氷の国あたりに行く。くるみだな。他にご用は？またお越しください。それともここで少し情報収集する。カッカラです。こいつは？木の神殿に住んで。え、サラームちゃんってサラマンダーのこと？みんな帝国に。なんでも大砲屋さんが今度から帝国までの秘密の打ち上げを始めたって。きっとスパイ用ね。あ、なるほど。これで帝国に行けばいいのか。でも帝国って結構もう本質のところまで行ってないか。まあ、いいか。いらっしゃい。おお、帝国に行こうじゃ。帝国の中ではおとなしくして目立たぬようにするっち。さあ、大砲に入っとくれ。地理関係が全然わかんないかんね。くる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 っていうのがないから。お、大砲屋に落ちてきた。穏やかな音楽だね、帝国にしては。ほんとなんかサウスフィガロみたいなさ音楽になるかと思ったら。ここは帝国のサウスタウン。しかも常識のありそうな兵士だな。高圧的ではない。町外れに住むマリクとは変わり者さ。あまり関わり合いにならない方がいいぞ。マリクとね。マリクとばあちゃんはいつも小箱を持ち歩いているよ。大事な宝物でも入ってんのかな。ばあちゃんなんだね。大きな声では言えないが、最近の皇帝陛下のお考えはわしらにはさっぱり理解でき、世界を統一するとか言って重い税金をかけ軍隊の増強を繰り返しておる。噂ではモンスターの軍隊まで。お城の中も魔物でいっぱいだそうじゃ。うん、魔物っていうのはねよくわかんないかね、存在的に。一応魔物って従えることができんの？こっちなんもねえし。ここはだって道具屋？え、道具屋に防具売ってんのかな？一泊。いや、これだけ？こっち？いらっしゃいませ。おお、取るね。ゴーレムリング。これは？ルビーの胸当て。あ？それ以上持ってませんぜ。そうか、売らないといけないか。もう
平屋の全部行っちゃっていいよね。一回一回さ、これ初期の位置に戻るのがめんどくさいんだよね。すげえある。チャイナドレスとか売りたくないんだけど、本当は持ってたい。でもこれ外変わんないからね、見た目が。兜も売るか。これでまただいぶ金が調達できたから、これも1個だよね、ルビーの胸当て。でフォロビンフード、魔法の組は持ってるんで。だみんなさ同じ装備だからね。ほんと個性ないよな、装備できねえし。見てなかったわ。あれゴーレムなんちゃら買ってない。あれ買わなかったっけ。いらっしゃいませ。分からんわ。フォロビーフード本当は装備できねえわ。見てなかった。またお越しください。ゴーレムリングと耐性が上がるね。ちょ間違えた。よし、 OK。 あんまりなんか宝箱とかで防具が入る感じではないね。武器はねもう完全にその武器パワーで固定なんで、道中新しい武器が手に入るっていうことはないんだけど。こいつか、入ってったね。お前たちのことは知っているよ。怪しすぎだな。ジェマの知り合いだろ。私は実はタスマニカのスパイなんじゃよ。元は旦那がそうだったんだけど、帝国の秘密を手に入れて逃げる途中で旦那の敵討ちじゃ。旦那の後を継いでこうして帝国の町に潜んでいるわ。でもさ、夫がスパイだって分かったら絶対妻も疑われるよね。町の東の小屋から下水へ入れる。北の城下町へ抜けるレジスタンスたちの秘密の通路さ。見張りの男に秘密の番号を言えば通してくれるよ。秘密の番号は634じゃ。634武蔵で、なんか地下通路東って言ってたよね。ちなみにこれこっから外に出れないの。完全に壁に囲まれてんね。こいつか。暗証番号を言ってみろ。さ、暗証番号って言ってる時点でこいつら怪しいよね。あ、間違えた。ずれちゃったよ。暗証番号を言ってみろ。何も言わねえんかい。敵はワンサカいるね。ここはなんかエアブラストとかの声かな。このさ、なんなのずっと。ぶったり、痛い。もう近寄れねえんだけど。これで決める。ひどい。うわ。これマジひでえよ。で、こいつなんで引っかかってんの本当に。杖。キラーフィッシュ。なんだろうな、ブルーババロアっていうくらいだからフリーズよりファイアボールの方が効きそうだね。ちょっとポポイを変えるか。
サラマンダーにしよう。これでちょっと様子を見てみよう。は500とか。あ、結局こっちへ繋がるのか。ブルーババロアがめんどくせえかな。あ、あのキラフィッシュもめんどくせえかな。じゃ意味ないか。作りがなんか複雑だな。めんどくさくなってる。だいぶキラフィッシュ倒そう。こっちの方が早いぜ。フリーズも来たか。ファイアボール当たってない。いや当たってたけどさ。よし、めんどくさい。160くらいじゃ倒せないか。全体にすると結構攻撃力下がるね。でもこいつはマジ引っかかってっかんな。これの仮想ピダンサーになると槍とか当たんないのか。よし、ポポイのレベルが上がった。ちょっと引っかからないようにね、引き連れていってあげないとね。当たってないか。もうとにかくファイアボールだな。遠距離攻撃。いや普通に魔法強いわ。あ、こいつまだ生きてると思ったらエリア移動してしまった。倒せるかな。全体攻撃で。あとはここにブルーババロアがいるか。ミスんないって言うんだったらさ、いいけどさ、このさマジでよくわかんねえし。何読み込んでんの。ダメだ、当たらん。こいつファイアボールで仕留めよう。魔法レベルアップ、サラマンダーレベル4。あれ、こっちなんもねえ。こっちか。3まで止めよう。行くぞ。とりゃその癖当たんないかな。頼む、頼みの綱はファイアボールだけだ。いやめちゃ強いなこれ1レベル上がるとすげえ強くなるぞ。君に魔法のくるみを使ってあげよう。主戦力だからな。全員入る段階で全体ファイアボール。打てる時にどんどん打っていこう。2回打とう。もうソルジャーみたいなやつ結構強いかな。一網打尽だ。ちょっとね、一回整列させてから行かないとみんなついてきてくんないかんね。あいつまで生きてる。倒したい。
なぜ当たらん。魔法を唱えてる時って当たんないの。着いた。何者だ。帝国のスパイか。違います。634634。ジェマ様が言ってた聖剣の彼ね。ようこそレジスタンスのアジトに。ランディだ、よろしく。何さ、かっこつけちゃって。キキ、焼いてんの誰が。私はディラック一筋なの。ディラック、あなたディラックを知っているの。もちろん。なんで。この町の東に古代からあるという遺跡があります。そこに最近になってディラックという男が現れ、人々の生気を次々と抜いているのです。アンドーラと同じだ。でもなぜディラックが。きっと何者かにコントロールされているのでは。我々も調べてみます。クリスの父サムはレジスタンスのリーダーだった。だが帝国との戦いによってリーダーを失った我々がバラバラにならないよう、サグの後を継いでクリスのリーダーに。まだ18歳なのに皆のために頑張っている。我々も彼女を頼りにしているよ。頑張ってね。あたいたちのリーダーはクリスよ。このおっさんが気になるな。プリンは魔法が消えたって。も昔は平和な国だった。ところが15年前あたりからどうも様子がおかしい。この家ってどう繋がってんの。クリスの女の子のように遊んだりしたい年頃だろうに。このおっさんは。帝国には四天王と呼ばれる皇帝直属の親衛隊がいる。リーダー格闇の騎士シン、マシンライダーのゲシュタール、高一点のファウダ、そして魔法騎士タナトス。こいつはまだ詳しいことがよく分かっていないんだ。タナトスか。皇帝は兵隊を使って私たちレジスタンスのアジトを探しているらしいの。こんなレアアジトだったら割とすぐ見つかりそうだけどね。町の東にある古代遺跡に最近出入りする者が多いようじゃ。以前はこんなことなかったのに。ゆっくりしていきなよ。ゆっくりするメリットがないからね、これ。異常ありまっちゅん。ね、帝国のおっちゃんが来ないようにね、見張ってるの。あれ、ここは？ここは、表向きは。ああ、そういうことね。我らレジスタンスの秘密のアジトよ。クリス姉ちゃんが一人で泣いてるのを見たことがあるよ。外に出るとどこへ通じてんだ。これどこ。15年前の共和国との戦争で父を亡くしました。いや、そんなことさ、他人にさ言われても困っちゃうんですけど。帝国の領土はこの町と南のサウスタウン、他にも黄金島のゴールドシティがあるよ。じゃあここはノースタウンってところか。これでさ、なんかまた新しい防具がいっぱい揃ってたら悲しいよね。いらっしゃいませ。いや、ありそうだわ。スノーマンリングとかタイガービキニ、これは完全にあれだね。プリムで虎のぬいぐるみとかさ、こんなん装備して強えのか。タイガーキャップか。あとよし、まだお越しください。速攻で買い替えだよ。待って、もすんげー上がるからな。で、今あるやつ売っちゃいましょう。じゃあ見た目がね、変化してくんないからね。見た目が変化してくれたら結構面白いのに。タイガービキニとかね。
よし、じゃあ売りましょう。少し金がなくなってきたんで。ゴーレムリングとか一瞬で終わったな。ルビーの胸当ても高かったのにな。ホロビンフードに至っては1個無駄にしたからな。装備できねえみたいな。また金が増えたな。一回ちょっと寝てセーブしたいね。うちのばあさんを見なんだか。突然人が変わったようになってふらふらと出かけてしもうた。完全に魂抜かれてるね。宿屋宿屋、ちょっと宿屋に入りたい。上もあるね。こういうとこって入れんの？入れるね。あまりくよくよ思い悩むのはよくないぞ。なんだ、いきなり人ん家に入ってきて助言をしてくれるじいさん。侵入者だとかなんないのかね。ここもじいさん。南の珊瑚礁にとてつもない代物が沈んでいると城の奴らが話しておった。おお、それはなんか欲しいけどさ、とてつもない代物って言われても別に武器って感じじゃないし、武器はもう武器パワーだからね。一泊100。よし、泊まっていきましょう。毎回毎回これが流れんのか。そういえばノームに奥様って言われて訂正しなかったこと許してないんだからね。え、なんだ姉ちゃん、まだそんなこと覚えてたのか。なんだじゃないわ、大事なことなの。私にはディラックっていう心に決めた人がいるんですもの。わかってるわかってる。まあもう過ぎたことだし。それにまだディラックと結婚したわけじゃないんでしょ。当たり前じゃない。ならいいんじゃないの。そんなのダメよ、いつどこで誰が聞いてるかわからないじゃない。ディラックが知ったらきっと悲しむわ。そういうものなの。もうランディはこういうことにもっと疎いんだから。あ、それよりノームで思い出したんだけどさ、マナの種子ってなんか美味しそうだ。今する話じゃないでしょ。全く美味しそうには見えないけどね。ここのベッドはなんか良さそうなベッドだね。さすが帝国の宿屋。さてそれでは遺跡の方に行けって言ってたよね。あれ、ここ城に行くのか。この先は皇帝陛下のお城、用のないものは近づかぬように。この兵士さ、装備は充実してるよね。行けんのかなこれ。一応行けんな。は？なんかやべえ。待って。こんなのさ、一般人が入り込んだらさ即死だろ。いや、モンスターがいるみたいなことは確かに言ってたけど、こうまで露骨にいるの。皇帝陛下は世界中の国を相手に戦争を始める気らしい。心配いらないという話だが、こんなに家族が多いと心配も人一倍だよ。でもモンスターを使ってるってことはあんまり徴兵はなさそうだね。うちは王女隊で食事を作るのも大変よ。まあそれはしょうがないよ。まあまあ飯。こいつは生意気そうなガキだな。まあ育て方が悪かったんだ。金持ちっぽいね。でも最近お城でパーティーが行われなくなったもんだから、お姉様家の中でドレス着てるの。いや完全にこいつは金持ちだね。今日お城でパーティーがあったら何を着ていこうかしら。いや絶対ないよ、モンスターだらけだもん。世界ででも仕事ってみんな何してんだろう。兵士以外で。この町、
皇帝陛下に立てつくレジスタンスのアジトがあるらしい。きっと見つけ出す。お、このばあちゃんは？ああ、こっちの方に遺跡があるんだな、きっと。じゃあ行ってみましょう。また遺跡の音楽だね。っていうかさ、遺跡ってさ、あれなんか入り口が、あ、パメラだっけ？パメラ、しっかりして。うるさい。私は帰らないよ。ここでディラックと一緒に暮らすことにしたのさ。いつも私の前でディラックの話をするから悪いんだ。もう返さないよ。そんな、嘘でしょ、パメラ。いい気味よ。パメラ、私一旦クリスのところに戻ろう。姉ちゃん、ランディ、どうしたの？あ、クリス、この子をしばらく預かっててほしいんです。実は。わかりました。仲間のお医者さんに見てもらうわ。大丈夫よ。いや、だって殴ったくらいでしょ。命に別状はないでしょ、さすがに。さあ、ディラックを助けに行くんでしょ。しっかり。正面から入れるね。結局どっちから入っても同じっていうパターン。こっちなんだ。ああ、グールみたいな。また目がいるよ。あ、すげえ目が出てきた。これさ、もうミスると悲しすぎるんだけど。こっち倒すと、ああ、目を召喚してんのか。下にも今敵がいたね。あ、ウォーターを捉えてくる。これ何なの、この逃げる宝箱くん。プイプイそう。ん、どこだ。いや、めんどくさ。倒した。これで決める。まずは、あ、しまった、全体になってなかったか。ファイヤーボールを唱えて倒したら次の部屋行こう。これさ、マジでさ、攻撃ごとにさ、判定があるのか。逃げる宝箱くん。たまにね、でもチャイナドレスみたいになんか持ってる可能性もあるからね。ああ、あんまり効かない。そろそろな、レベルが上がってほしいよね。お、いっぱいいる。色とりどりだ。こいつが一番強い。とわーミス。赤だからファイアボールあんまり効かないか、多分。あー、でもそれなりには当たる。あと6だね。3回しか使えないよ。こっちさ、なんかエクスプロージョン使う意味とかあんのかな。ファイヤーボールで十分強い気がするんだけど。だってエクスプロードとかって多分4使うよね、マジックパワー。
ムレベル30。待って、こいつはね、いける。普通の攻撃で。入ってこう。うん、倒す。一応倒そう。あ、レベル上がってんじゃん、いつの間にか。ほほい。ん？ここはなんだ？椅子がどうせまたあれか？何？なんでもないか。遺跡なのにさ、なんでこんな風にさ、人をもてなすようなお部屋があんの？こいつさ、毎回復活するからな。この間もダメージは蓄積されてんだよね、多分。グールみたいなのがいる。まあいいや、仕方しよう。もうちょっとじゃあ一回このエクスプロードを使ってみよう。全体に。なんかさ、ファイアボール2回やった方が良くないか。4使うんだったら。コスパがあんまり良くないよね。ファイガみたいな感じではないから、明らかにファイガ使った方が強いでしょっていうものでもないからね。だったらファイアボール連発した方が全然いい気がするんだけど、そうでもない。あいつ魔法唱えてくんな。結構ファイヤーカクテル、どうしようかな。一回全体を回復しておこう。もうプリムは完全にヒールウォーターだよね。他のものを使う機会がない。攻撃魔法あんの？ファイヤーカクテルとかってプリムが使えるのかな。だったらダメージソースになるんだけどね。どうしようかな。あんまり開けたくないんだよな。アンマルドロップ、下に行ける。おお、ひどい。フレームセーバーだな、きっと。魔法を使ってくるやつね、ほんと厄介だよね。よし、倒した。宝箱を開けてる間にファイアボールをかます。セイントビー。あんまり食らわない。倒した？まだ生きてる？倒したか？あれ？あっちに部屋がある。え、行けなくない？こっちから行くのか。アンチマジック、アンチマジックってなんだっけ。これさ、攻撃するのめんどくさいな。魔法しか効かない舞台だよ。雲が全然食らってないね。プリム、ちょっとサラマンダーとか見てみよう。ファイヤーカクテル、あ、ファイヤーカクテル使えるじゃん。魔法合戦でいく。完全魔法合戦だな。よし、プリムもちょっと攻撃に参加させよう。サラマンダーレベル0だからね。結構戻らないといけないからな。ファイヤーカクテル、ブレイズウォール。ファイヤーカクテルでも3使うのか。どう？いや、弱くね。ファイヤーカクテルってそもそもどういう効果なの？それがわからないとち
と微妙だな。槍レベル4。おおおお、なんだこいつ、ミミック的なやつだな。宝箱が宝箱を落とす。ロイヤルゼリー、もうマジックパンがないっす。くるみを食わしてあげよう。ジンって何、何もないもんな。やっぱこいつか、ファイアカクテル。レベル0だからね、ちょっとそれをレベル1にしないといけないか。60くらいは当たる。これで針がなくなったかな。そもそもこいつらに炎が効かないのか。まあでもそんなことはないな、普通に通るは通る。よし、ファイヤーカクテルも連発しよう。すげえ炎だな。あれ、まだ生きてる。プリムの攻撃魔法も強化できるように使い込んでおいた方がいいね。あそこの針がなくなったか。よし、ちょっと速攻で行こう。そしてドアが現れた。向こうの針がなくなったのかと思ったけど、これはあれだな、確実にウンディーネで行った方が良さそうだね。お、プリムが上がったってことはポポにも上がったな。マジであったんねんだけど。こっちか。今のうちに宝箱開けよう。お、銀の腕輪、これはレアアイテムかね、きっと。でここに出て上からも撃ってくるかな、こいつら。ファイヤーカクテルも混ぜる。プリムはね、わりかし魔法レベルが簡単なんだよね。敵がいなくても魔法撃てるから。なんちゃらセイバーをかけまくってればいいだけなんで。あ、ファイヤーカクテル、いて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 、結構食らった。関する反応が早すぎるよな。せめてサラマンダがレベル1になってくれれば。やっぱり攻撃がメインではないな。補助をかける感じだね。攻撃力をダウンさせるっていう。ん、これなんだ。攻撃している間にこれを踏む。
あ、なくなった。待って、全体にかからなかったけど確実にこいつは倒す。最後に目玉を生み出していったか。いや、やはり魔法だな。あ、こいつもあれか。2人でさ魔法となるとクルミの消費も倍になるからね。どこ攻撃になったんだか分からん。え、ミミックが結構強い、もしかしてミミックんだしいや、レベル4とかさ貯めてる間に敵が死んでしまう。魔法使わなくていいかな。このロビンフットもね全然魔法使わなくていいキャラだから、まあ、こいつもいいっちゃいいんだけどな。プリムが攻撃してくんない。やっぱりね、すげえミスるやつはね魔法使いたくなるんだよね。こういうやつなんだろう。ボスか。まずディテクトをかけよう。え、どうなってる。またこれ、ちょっと待ってね。こいつらさ押しつぶしてくるからさ、全員ありか。サタンズウォール、光とか持ってねえわ。ということはもうそのままガンガン攻撃しよう。え、全然当たんねえんだけど。魔法防御高い。待って、そうすると一回クイックを唱えておこう自分に。目が開かない。開いた。そうだよ、ヒールオーター唱えてくんだよこういうやつら。まずは目を倒す。倒した。け、リバイブとかかけてくんの。誰がリバイブかけた今。落盤。閉じてる時にも当たんのかな。余裕で当たるわ。てか普通に当たるわ。え、何これ、俺今どうなってんの。え、なんかすげえわけわかんないことになってんだけど。まあいいや、ファイアボール打っとこう。ポポイ無双だなマジ。これ超強い。奥に行けるようになってね。無知のパワーアップ。また広いとこ、あ、またこいつらじゃん。
やばい顔になってんな。フリム、会いたかった。待っていたよ。ディラック、私もよ。無事でよかった。どう考えても無事じゃないんだけど、この顔おお、な、何をするんだバカな娘だ。姉ちゃんを返せ。どこにやったんだタナトス様への捧げ物にするのさ。女の生き血が必要なのだ。やめろ。それでも人間か。プリムはな、ずっとあなたを心配して、いくら操られていたって愛する人もわからないのか。許せねえ。今どこ切った？プリム、プリム、ありがとう。なんとか意識を取り戻せそうだ。まだ動けないよ。じっとして。頼む、プリムが危ない。この祭壇の後ろの部屋に急いでくれ。ここにいるんだ。二人で戦うの？まあポポイがいればなんとかなるけどねこのゲームプリム、しばらくじっとしていてもらおうか。この娘の生命エネルギーは想像以上だ。実に素晴らしい。これは、そんなバカな、なぜだ。ここは、二人ともどうしたの？動けるぞ。そうか、ディラックの力だな。やつからエネルギーが流れ込んでいるのか。これはますます奴を手放すわけにはいかなくなった。諸君、さらばだ。お前たちはもう用済みだ。ヴァンパイアよ、こいつらをお前に任せるぞ。またボス戦か。いきなりできたヴァンパイアってか変な顔してんな。まあいいや、まずは例によってディテクトをかけよう。この間はまあとりあえずファイアボールでいいか。またどうせあれでしょ、光とかじゃないの、ヴァンパイアだから。ほらね、光とか持ってないから。あ、俺毒になってた、なんか死んねえけど。眠りで、ゲッ、ポポイ最後にファイアボールを打って気を失ってしまった。当たらん攻撃が。うわ、眠りか。そうか、眠りで気を失うのか。当たんないな、本当に。降りてこないとダメなのか。12とか。降りてきた。ほら、ほら。弱っ。やっぱりポポに頼もう。くるみをあげよう。気を失ってしまった。待って、めっちゃやられてんだけど。間髪入れずにファイアボール。そろそろ倒せんじゃないか。サラマンダーのレベルがめっちゃ上がりそうだな。もうレベル4だしね。倒した。聖剣の勇者とは一体何だったんだろうか。全然活躍してないぞこいつ。
ブーメラン。ディラック、ディラック、ディラック。プリム。姉ちゃん平気よ。生きていればいつかきっとまた会えるもんね。きっと。え、これでまた歩いて帰るのか。もういいや、今回は普通にロープ使ってこう。ん、これで左と右からもなんか入れる。あ、別に、あ、宝箱がある。今宝箱が見えたよね。あれ、どうやって行くの。あそこにも宝箱がある。ちょっとこれ取りたい。弓矢のパワーがアップ。よし、反対側もあったよね。あれ、エラーになってしまった。ひどくない？エラーとかあんの？こっからか。オートセーブが残ってて、まあよかったね。これさ、ファミコンとかじゃないんだからさ、まあいいけどね。じゃあ反対側の宝箱も取りに行きましょう。槍のパワーがアップ。よし、じゃあ一旦帝国に戻りますかって思ったらさ、これ魔法のロープって何？ここに戻ってくんの？何それ。不便すぎるだろう。よし、じゃあ今度こそ戻りましょう。あれ、ワッツっていなくなかった？そういえば街にどこにいるんだ。こいつはまだでもあれだね、この町に。え、どうすんだ、城に潜入すんのか。この先はこ、じゃあ一回セーブをして、一応回復はみんなしてあるか。というところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。ちょっと武器を鍛えてから次回、城へ潜入すればいいのかな。まあ、そこからやっていきたいと思います。今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。